そうなんです、部屋髪の毛とお化粧中です。こんばんは。今日の健康診断があって時間ができたのでまたインスタライブさせていただきます。そうなんです、今日ポンコちゃんの代わりに私が担当させていただきます。あ、アイリンさんまた見てくださってるんですね、ありがとうございます。そうなんです、今日は自前メイクなので、そう、メイクアップインスタです。もう大体私のメイク道具は友達からいただいたものばっかりです。あ、ここは自宅の部屋ではなく控え室です。最近ヘアメイクさんつく機会が多いんですけれども、今日は久しぶりに自前メイクです。でもやっぱりあれなんですよ、ヘアメイクさんの技術にはかなわないなと思います。自分でやっていてやっぱり、クオリティがね違いますよね。しかも今日 iPad で今配信してるんですけれども、見え方普通ですか？大丈夫ですか？よく見えました、ありがとうございます。あとはまつげメイクはいつ見ても怖い、キュッてなりますと。慣れれば大丈夫ですよ。
んばんは。あ、背伸びてました。伸びてるって言ってるのかな。なんか一回縮んで今160センチになりました。 159.8 センチだったんですけど、今日測ったら160センチになってました。で、視力は両目ともに 1.0 でした。今日そうですね、木曜日のムーンなので、今日ポンコちゃんの代わりに1時間22時からやりますね。あ、裸眼だと視力はもう 0.0 なんとかな気がします。コンタクト右目がマイナス 7.50、 あれ？そうだよね、確か。で、左目がマイナス 5.25 とかだった気がします。マイナス 5.75 だっけ。うん、かなり裸眼は良くないです。暇つぶし用のゲームを教えてください。私昔猫集めにすごいハマっていて、猫集めまたね、新しいバージョンが出るみたいですよね。それを楽しみにしてます。決め顔でピース、僕は決め顔でそういったのやつですか。そうなんです。なので今日木曜日なんですけれども、3時間やります。ぐしゃぐしゃにしてくださいって、ぐしゃぐしゃにしたくないですもん。あ、桜餅昨日の配信見ていただいたんですか。よいしょ。この間切ってもらってちょうどよくなりました。すぐ前髪伸びちゃうから、1ヶ月に1回ぐらいは切りに行かないといけないんですけれども、自分で我慢できずに途中切っちゃうんですよね。で、耐えられなくなって2ヶ月後ぐらいにいつも美容院に行きます。番組前はご飯食べます。今日も健康診断終わってから会社近くのカフェに行って食べてきました。今日ストレートでいいかな。あ、今日確かに肉の日か。4年に一度のブルービーじゃないですか。新しい書籍は出さないのとね。え、また機会があったら、お声があったら書きたいですね。今日はバリウムはしませんでした。皆さん健康診断行きましたか。
これかな、うん、ここがちょっと重いかな、うん、本当は負けたらいいんですけどね、うまくね、こうやってうまくかな、こうやってどうしようかな、いけるかな、でもな、一生的に今日はストレートでもない気がしてきました、うん、ねえ、健康診断の何がちょっと辛いかって血を抜く時ですよね。そこだけがちょっと怖いんですけれども。うん。健康診断毎年夏なんですね。私年に2回受けていて、前回受けたの秋ぐらいだった気がします。バリウムやっぱり怖いんですか？私バリウムまだ飲んだことなくて、今日で、そうですよ、今月も終わりです。ただ来月からまた新しい季節、春がやってきますので楽しみですね。そう、3本抜くのが嫌ですよね。そうなんです、夜勤というかね、放送がやっぱりどうしても夜なので2回、年に2回ありますね。多分年に2回やる会社もあるんじゃないでしょうかね。今日こんなもんでいいかな。ありがとうございました。では束の間のインスタライブでしたけれども、また放送でお会いしましょう。我の違ってじゃあね、またね、失礼します。